おはつらー、元カノは友達だから問題ない。続きやっていきましょう。ある。1週間後。一緒かな？ん？明日に旅行出発を控えた俺は今からの家に来ていた。どうしたんですか？急に。遅くにごめんな。旅行行く前に話したくなった。紅茶を入れてきますね。ああ、ありがとう。今可能問いただすのであれば、誠意を見せて全てを打ち明けるのが筋だと思う。うん。楽しい旅行にわだかまりという名の荷物を持っていく必要はない。うまいこと言うね。お待たせしました。考えるな、考えるな、考えるな。誠意の第一歩、覚悟。そう心でつぶやいて、俺は死を覚悟でカップに口をつけた。うまい。口に含んだ紅茶は心地のいい熱を伴って喉を通り胃に染み渡っていく。それはよかったです。と言っても、いつも出しているものと同じですよ。今かの。今日は腹を割って話しに来た。一週間前にお前が見た女は、俺の元彼女だ。俺は元カノと、同窓会で再会したこと、連絡先を交換したこと、日を改めて会ったこと、家に行ったこと、酒を飲んで家に送ったこと、あの早朝までの行いをすべて話した。今かの、俺は元カノと会っていたことについては謝るつもりはない。やましいことをしていないと言えるから。あいつは友達だ。お前に元カノの存在を隠そうとしたことについて、全力で謝りたい。誠意の第二歩。俺は土下座を決めた。ごめん。隠そうとしたのは、元カノと会うなと言われるかもしれないという葛藤からだ。お前と初めて会ったあの日に、俺は散々元カノに振られたことで泣きわめいたから。俺くんが元カノさんとよりを戻すかもしれないと？ああ、お前がそう思うかもしれないと思った。友達として会うと言っても、お前は気になったと思う。確かに、全く気にならないといえば、嘘をつくことになります。ですが、俺くんがどういう思いを持っていたとしても、俺くんが私の隣を選ぶその限り、私もあなたの隣にいることを望みたいのです。そもそも元カノさんへの思いを知った上で、あなたと付き合ったんですよ。今カノはそう言って、俺の手を両手で包み込み、ある程度の覚悟はしてきたつもりです。寂しそうに長いまつげを伏せた。元カノとはもう会わない。抱きしめた今カノの目が大きく見開かれる。その、本当に会わないんですね。ああ、会わない。そういう悲しい覚悟も必要ない。今カノに告げることで自分との約束にも変えた。はい。嬉しいというよりは、ほっとしたような今カノの柔和な顔が印象的だった。俺のことをすべて話した上で、今カノに問うときた。紅茶のカップを下げに行った今カノを待ち、俺は部屋をぐるり回した。怪しい本。赤黒く汚れたハンカチ。俺をつけていたのかどうか。元カノの家の前にいた理由。お待たせしました。そうです。この間、美味しいお菓子をいただいたんですよ。今カノ、前に遊びに来た時、お前と初めて会った日のことを話したよな。お前は何もかも鮮明に覚えていると言った。なんか、その言葉がずっと引っかかっててさ。俺のことお前がつけてるとしたら、俺のこと何でも知っててもおかしくないし。元カノの家の前にいたことも納得できるっていうか。お前と旅行に行く前に全部のモヤモヤを払拭したかった。しばらく待っていただけませんか？あなたが大丈夫だと確信を持てるまで。え？まだ安心できませんから。今カノは真剣な表情で俺を見据えた。こんなにも前から俺を思っていたことが分かった。大切な人を手放す辛さは俺はよく知っている。今カノから信頼してもらえるまで
待とう。誠意の段散歩、寛容、器の広さで彼女を包もう。わかった。安心できたらちゃんと教えてくれよ。はい。さて、明日は早くに出発ですから、今日はこの辺でお開きにしましょう。ああ、そうだったそうだった。俺完全に荷造りし済ませてないんだよな。じゃあ今かの、楽しい旅行にしような。きっと、いい思い出になります。うわ、また雨だ。さっきの今からの待っていただけませんかは、なんか、前回の最後に見たエンディングと関係がありそうだね。今からの家を出ると雨が降っていた。雨も、なんかいいよな。両手を広げ、暗い空を仰いで、それまで煩わしかった雨を体いっぱいに浴びた。旅行から帰ってすぐのことだ。報道で元カノが亡くなったことを知った。死因が刃物による刺殺ということ。問題山の奥地で発見されたということ。捜査は難航し、犯人逮捕には至っていない。これでもう大丈夫でしょうか。え？どういうこと？払い？え？わかんない。わかんない。入ろっか。多分展開がめっちゃ変わる気がする。なるほど。なるほど、わかんないけど。彼女に似合いそうなものを選んで店を出た。アクセサリーなんて柄でもないかもしれないけど、気持ちを何か形にしたかった。タイミングを見て渡すことにしよう。じゃあ、とりあえず送ってみようか。元カノだけど。プレゼントだろ。まあ、これも取れるし。本当は最後に華々しく、プレゼントを渡して、ああ、俺くん素敵、を予定していたんだが。今から盛り下がってちゃ、最後も何もないからな。元カノ、これ。その不穏な音。え、これ、私に？おう、その、引っ越し祝いってことで、軽い気持ちで受け取ってよ。あ、まあ、結局渡せてないもんね、引っ越し祝いは。まあ、アクセサリーになっちゃったけど。これでテンションが上がれば、もっと盛り上がるはず。重た。ええー、引っ越し祝いってこんなものもらうんだっけ？もらえない。はい、私が目をつむってる間に隠して、見たら欲しくなる。プレゼントを押し返す元カノに、俺はゆるゆると首を振った。し、元カノ、静かにして。え？ネックレスがなんか喋ってる。え？私、元カノさんに、つけてもらいたいな。このままお店に戻るな。いや！だってさ。やば、なんか微妙な反応？ちょっと何その裏声、キモ。もう、お腹痛い。わかった。俺くんもネックレスもそう言うなら、ありがたーくもらうね。でもつけれないよね。昔から大好きだった元カノの笑顔。これが見れるなら俺は何だって。なんかネックレスとかのアクセサリーって、なんか、束縛を意味するって聞いたことがあるんですけど、その友達として何だってしてやり、友達として何だってしてやりたいと思う。上がるね。ああ、楽しみしかないだろ。見てない。明日からの、あ？飛んじゃった。明日に旅行出発を控えた俺は今この電話をかけていた。ああ、楽しみしかないだろう。明日からの旅行に思いを馳せ、俺は岩川の声を待つ。はい。
よう、今かの。今は大丈夫？はい、大丈夫ですよ。どうかしましたか？明日の旅行なんだけど、延期できないか？本当にごめん。俺の父方のじいちゃんの妹が危なくてさ。それは？小4の夏、じいちゃんにこっぴどく怒られた後に、じいちゃんの妹さん、あ、ヨネさんって言うんだけど、ヨネさんだけが俺を慰めてくれたんだ。俺がハンバーグ好きなの知ってるだろ？それ、実はさ、ヨネさんの作ったハンバーグが大好きで。そうなんですね。それで、急にこんな話して信じられないかもしれない。疑わしいなら実家にかけて、連絡確認してもらってもいいぞ。いえ、疑ってなど。俺くんがこんなに家族思いだと知れて嬉しいくらいです。それで。悪いな。俺は今からしばらく実家に帰るよ。そうですか。それなら、旅行券はいつでも使えますし、また日を改めていきましょうね。それでは。うわぁ。通話終了ボタンに指を添えたまま一息つく。これで準備は整った。そうやって今までも言い訳してきたの？リビングの祖父から元カノがニヤニヤしてきて聞いてきた。なんだよ、聞いてたの？一体そんな嘘、どうやって次から次へと思いつくの？あー、口から生まれたのかな？嘘？俺嘘はついてないよ。じいちゃんの妹の名前は本当にヨネ。ハンバーグ作ってもらったのも本当、一回だけだけど。でも既得って、それは嘘でしょ。ん？俺は危ないって言っただけだぜ。ほんとすぐ切れる危ないばあさんなんだよ。でも、本当に実家に電話しちゃったらどうするの？既得だと思って彼女さんかけると思うよ。なあ、お前って恋人の親族が既得でバタついてる時に実家に電話すんの？お悔やみならともかく。しないっしょ？俺はね、確信がないハッタリはしないんだよ。今かのは常識的だし、俺には揺るがない自信がある。まったく心臓に毛が生えてるからかな、俺くんは。変に器用だよね。将来は詐欺師かな。俺は幾多の危機に直面するたびに言い訳及び正当化をしてきた。だが俺の言い訳は誰も不幸にしない最高の言い訳だ。まあ何にせよ、お前も恋人がいるのに旅行に行くなんて。俺たち悪い大人だよな。そのセリフはさすがにかゆい。だからかゆいってなんだよ。それに、私は別れたよ。え？浮気じゃん、完全に。もうアウト、ドアウト、アウトです。ダメですよ。え、マジか。うん、この間、電話で。割とすんなり別れられたんだな。いい人なんだっけ？別れたってことは、ちゃんと付き合いたいの。元カノが目をそらして、ほんのり顔を赤らめる。え？その言葉と仕草が、この上なく愛おしい。わかった。なんとか早いうちに、蹴りつけるよ。あ、だから明日の旅行は、友達として行くんだからね。わかってるってば、俺何にもしない。何にもしない。俺は今カノと来るはずだった問題山に、今カノ、元カノと二人で来ていた。びっくしょ。大丈夫？そう思うならコテージでまったり過ごさないか？まったりねっとりとさ。あ？ごめん、意味わかんない。てかせっかくの旅行だよ。部屋で過ごして終わりなんてもったいない。私ね、この先にある神社に行きたかったの。とある人に勧められたんだけど、そうまでして行きたいか？パワースポットとやらに。女ってそういうの好きだよな。でも、元カノが好きなものは俺も好きになりたい。今はそう素直に思える。この気持ちにだけは、もう言い訳してないんだ。着いた先は、なんとも厳かな神社だった。興味はちっともなかっただけど、見るとなんだか神聖な気持ちにさせられた。さすが神社。着いた！これで運気上昇するかな？いっぱい空気とか吸っておくべきかな？どう思う？俺くん。さあ、どうだろうな。だって俺、ここの下調べとか全然してなくてさ。ここってどういうご利益があんの？あ、知らなかったんだ。なんだよ。何がおかしいんだよ。あえて教えなーい。なんだよ、それ。こいつ、チューしちゃうぞ。キモいキモい、やめてよ。
キモいってなんだよ。俺たちは高校の頃の時に戻ったみたいに、その日一日はしゃいで過ごした。歩き疲れてコテージに戻ってからは、元カノとゴロゴロして過ごした。今日は楽しかったね。最高だった。なんならさ、旅行延長とかしちゃう？それはダメ。私も忙しいの。でも、また来たいな。今度は、恋人と。元カノ。元カノ。俺は元カノの顔に手を伸ばす。もう、何もしないんじゃなかったの？まんざらでもない顔しちゃって。知ってるか？ロシアでは友達同士でキスするんだってよ。ここは日本だぞ。ここは日本です。おやすみ。ちっ、それねえな。でも、今日は本当に充実していた。大好きな元カノと。本当は高校の卒業旅行とかしたかった。それが叶ったみたいで。こんなに幸せな日は。え？顔の傍らで、綿を突き刺すような音が耳に響いた。薄目を開き、それを確認すべく頭を横に傾けた。なんだ、これ。これは包丁か？離せ！どうしてここに？俺の言い訳は完璧だったはずだ。疑われる余地なんて。逃げたそうにも上にのしからかられて動けない。今かの？何か目的だ。声を荒げると首を片手で締め上げられる。やめて！元カノ。よかった。無事みたいだな。傍らに刺さっていた包丁が引き抜かれる音がした。黒い手が包丁の柄を持ち直すと、刃先が鋭く光った。ごめんな。お願いやめて。元カノの絶叫を耳に俺の意識はそこで途絶えた。最後の謝罪がどちらに向けたものかはよくわからない。今カノだったのかな？最後の謝罪。